ね、グリップクッションもすごい力入ってる。キューってやってる。すっごい力入ってる。うん、そんな感じする。なんかもう、クラブの機能を殺してる感じがする。はやはやがいい。あの、ゆるゆるでさ、握っててもさ、やっぱインパクトの時はさ、自然と力は入るからさ。そうだ。最初から力グーって握ってるの。インパクトよりもっと力入るから。ダブルは。すごかった。ゆるゆるでやったほうがいい。もうブルブル、もう手ブル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 とどうやって立てるかって考えたほうがいい。うん、頭だともさ、握る力がさ、あるある、あるある。私もそう、もう試合とかやっててさ、またなんか焦るし、怖いし、不安で、アドレスでもわけわかんないぐらいすっごい強くなって、うん、なるよね。で、あ、そうだ、そうだって言って、そうやってた。なるほどね。それは思うの感じるよね。だって、グーって言ってたらさ、もう、死なんだもん。で、立てる。リサちゃんに、こんなだったんで、やってみます。まず、グリッププレッシャーは、一番の原因はここかもしれない。グリッププレッシャーが強すぎた。うん。いやなんか。まだね、今立ってる感じがないです。でもちょっとあのブルブル感はある。めっちゃ怖いよ。いやー、もう帰りたい。振りすぎなくてもいいかな。でも意外と上がってるんだよね。全然上がってるよ。そうだよ。ヘッドが先で軸が止まる。私もレッスンされてる時に
言われたことが分かんなくて違う考え方で切り替えたら分かる。自分でこう変換していくといいかも。分かった。同じ理屈になる。同じペットが先だったら自分は軸は違う。まあまあ、こんな感じです。まあまあまあ一発目だからね。これから求めに行くから数字を求めに入るから。ドライバーがやっぱ浮いてるから全然別に普通だよ。平気なの。いいじゃない。まっすぐ。なに、いいじゃない。アイアン見たでしょ。ね、弾道の感じだね。最後ちょっと右に行った分やっぱちょっと擦ると落ちるよね。そうだね、うん、ちょい擦りだね。最近これ多いです。落ちたな、さらに多分。ピッ。お、そうでもない。そうでもない。あ、ボールスピード53、さっきと一緒。そうだね。そんなもんだね。心ちゃん53。53。今リサちゃんで見ててひらめいた。やっぱさ、ここで体がぶれない気がしてきた。でもまあ悪くないよ。本当今リサちゃんで見てる。耐えでしょ、耐え。耐え。内もも、内筋、内転筋耐えよ。おお、やっぱ全然違うもん。今いいよ。いい。すごいいいよ今。うん。で、なんかすごい。見てこの弾道最高。すごい。アイアン打てるかもしれないですね。お、なんか降臨しましたね。今リサちゃんが打ってて。あ、素振り。こういうの大事です。大事大事。やっぱ あることは必要です。素振りが当たる。大事大事。ああ、でも筋は分かる。やりたいことがちょっと分かる。ちょっと違うな、うん、さっきよりだいぶ感じがね。そう、不安感が。奥が手は。おうおうおう、じゃない。なんかひらめいたね。だって全然違ったんだもん。確実に今なんかひらめいたよね。ここリサちゃんのここ見てて、うん、こうなってこうなってる自分、まあ、なんか外側にあった
あの意識がね。そうそう。でもリサちゃんはすごいこう、これで気づいた。そこで気づいたの。まさかのなんだけど。リサちゃん全部内側に力が入っている。受ける。いやでもさ、昔からさ一緒に回ってるから多分そういう見抜く力はあるよね。絶対ね。自分に足りないもの。うん。強くなってきた。うん、なんか振りが良くなってきた、うん、触れてきた、ちょっと触れてきた。おー、なんか、ね、左の腰が動いてきたよね、うん、動いてきたよね、うん、だから外にあったからなんかこうグラグラだった。そう、こうしか動けなかった。やめて、変なことしないで。なんかえ、ちょっと帰って、なんかこういうのやるわ、タオル挟んで。怪しかったけど、でもうまく持ってったって感じ。お、いいじゃん、いいじゃん、すごくない？逆にすごいんだけど。今すごい、そう思った。逆にすごいんだけど。お尻に締め方そこだよ、私に足りなかったの。そう、はい、あ、よかった。ちょっと晴れた。すごいね、もやもやが。すごい、逆に私はそんな早く立ち直れないと。いや、結構やばかった。はい、今日はね、古谷ゴルフガーデンさん、はい、トラックマン、トラックマンランジ、レンジ、無事だ、ランジ、わかんない、すいません、トラックマンレンジにお邪魔しました。はい、あの、本当すごく練習が楽しくなる、うん、楽しかったね。なんか長い時間入れそうだよね。全然入れますね。で、なんかこうたくさん打たなくても自分をこうより分析して、うん、あの無駄打ちがない、うんうんうん、減るかなっていうのを絶対減りました。で、本当に頭で考えて自分のミスの傾向とかも知れるし、うん、まあ、飛距離アップ目指してる方は、うん、まあ、そういうの試しながら、あ、伸びてるかなっていうのを見れるかなと思います、うん、はい、ちなみにこのトラックマンは無料です、うん無料です。びっくりしない、私信じらんないんだけど。そうだよね、今日10回ぐらい本当に。もう一回言いますよ、無料です。え、たまの料金だけ払うってことですよね。皆さん早く来ちゃわないように。12月より前に上がったら大変なので、あの12月1日から使えますので、はい、はい、皆さんぜひぜひご利用ください。りさちゃん、はい、決戦は、はい、11月28日です。決まり、多分、はい、ほぼ、はい、その際は、うん、いや、でもなんか光が見えた感じがして、そう、しかもなんか自分で分かったっていうのはすごい大事だから、いいと思う。私が教えて、あー、なるほどなるほどで分かってくんじゃなくて、うん、私もなんかピンとくるときとか、うん、あ、分かった、なんかいろいろちょっと責められてって、うん、ピンできたなんかちょっとずついろんな方向から責められたじゃん、うん、こうじゃない、ね、こうじゃない、こうじゃない、正直ちょっと言い過ぎたかなって思った。でもそれぐらいで助かったで、最後にドライバー見てた、だから打ちたいって言ってくれてよかった。本当、そう、その時にここ、ね、そう、レサちゃんとかなっちゃった。そう、ここね、ここそれ、だってこっちに入れてみて、どうやって入れんので、でもこうしか動かなくない、なんかなんか外に入っ、うん、ね、外に入ったらなんかもう腰切れなくない？でも、うち、ここ、そう、よかったな、はい、では皆さん楽しみにしててください、はい、2周年記念、はい、頑張ってパープレー目指します、はい、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次回の動画も楽しみにしててください。バイバイ。